こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.0.26 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートは修正のアップデートで Java 版に合わせた仕様に近づいてきました。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはトライアルチャンバー内でモブが自然に湧かなくなりました。トライアルチャンバーが登場してからずっとあったバグで、自然にスポーンせずトライアルスポナーでのみモブが湧くような仕様だったのですが、統合版だけなぜかモブが今まで自然に湧いていました。 Java 版は最初から自然にモブが湧かなかったのですが、アップデート終盤でやっと統合版も自然にスポーンしなくなりました。最後まで修正されず仕様が違うのかとヒヤヒヤしましたが、統一されてよかったです。モブのスポーンをオフにするとトライアルスポナーのモブは出てきませんが、これをオンに戻した時にスポナーは起動しますがモブが出てこないバグがありましたが、修正されオフからオンに切り替えてもモブは出てくるようになりました。ちょっとしたバグがあったようですがちゃんと修正されました。不吉な試練中に落ちてくる矢の効果が、以前はダメージ2もしくは低速落下の矢だったのを修正し、毒もしくは鈍化4に変更され、不吉な宝物庫から見つかる低速落下の矢が鈍化の矢4に変わり、普通の宝物庫や補給箱から見つかるダメージの矢2が毒の矢に変わりました。ボグドやストレイの矢に合わせた感じですかね。そしてモブが装備している時にその装備を落とす確率が Java 版に近づきました。エンチャントされたモブの装備を落とす確率が2倍にならなくなり、ドロップ増加の各レベルでモブ装備を落とす確率がプラス 4% からプラス 1% に変わりました。ちょっとだけ辛くなりましたね。モブから装備を奪うのは期待しない方がいいですね。ベックスの剣や不吉な試練の装備など絶対に手に入らないモブの装備がドロップ増加のエンチャントで手に入る可能性があったバグが修正されました。これらの装備はもう手に入らないので残念です。続いて激流トライデントで攻撃した後にメイスに切り替えるとスマッシュ攻撃が自動的に発動するバグが修正されました。以前は激流トライデントで回転している状態でメイスに切り替え、その時にモブに当たるとメイスで攻撃モーションに入らずにスマッシュ攻撃ができてしまうというとんでもない裏技がありました。ただメイスに切り替えるだけで攻撃せずに突進するだけでスマッシュ攻撃ができていた問題でしたが、修正されそれができなくなりました。ちゃんと攻撃モーションをすればいいだけのことですが、激流トライデントは速いから当てるのが難しいですね。レシピブック経由で旗が作れなかった問題の修正に、レルムズストーリーを開くときに時々発生するエラーの修正、目が削除されたキャラクター作成スキンがスキンテクスチャーの読み込みを中断する原因となるバグの修正がありました。目を消したら不気味だから読み込みの中断、なんかホラーチックなバグで怖いですね。以上、統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.0.26 のアップデート内容でした。トライアルチャンバーが出た時にずっとあったモブが自然に湧く問題の修正が終盤に来てやっと来ましたね。このまま修正されないのかと思いましたが、正式リリース前に修正されてよかったです。これで Java 版と同じ仕様になってよかったです。こちらのアップデートはスイッチ版、 iOS、Android、Win10 版の PC、 Xbox 版、PS4 にも来る予定です。それでは良い一日を。